ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS3 スポーツバッグ2020年式3500キロ、こちらの車両になります。またいい色の車を買ってきましたね。そうですね、ナルドグレー。なんかちょっとこのナルドグレーから、はい、あのグレーブームが始まったと言っても過言なのかな、はいはい、そんな感じしますよ ね、 そうですね。今となっては結構いろんなメーカーから、うん、こうソリッドのグレーって出てるじゃないですか、うん、最初出た時はなんか地味な粘土みたいな色でみたいな、この壁建物みたいな確かに確かにちょっと無機質な感じが、ね、ただそれからなんかすごくこう、うん、ブームじゃないですけど、うん、なんかこうグレーいいよねっていう風になりましたね。 ましたね、はい、特にポルシェのクレヨンなんかも、うん、もうレーシングのなんかこう、うん、イメージと、むしろクレヨンで探してくれってお客さんがいらっしゃるぐらいですか、ね、結構僕も他の車で聞いたことあります、そういうの、うん、あとはラッピングでグレーにしたいとか、うん、そのぐらいなんかちょっとこう最近こうグイグイってきた色ですけど、ね、国産でもね今グレーマツダとかありますね、うん、はい、なんかでも今回もちょっとこの RS3 となんかイメージすごく合ってるなっていう、うんうん、そうですね、で僕読んだ読み物でもなんかその無機質な感じとなんか高性能なその機械 の、 そのイメージがぴったりマッチするみたいで、なんかヨーロッパの方でもすごく支持率は高いらしいですよ、うん、はい、もう逆 の、 あのなんかすごい蛍光グリーンみたいなとかオレンジとかある反面こういうの出すっていう、そうですね、はい、ヨーロッパ車 の、 この色のこうチョイスっていうか出してくる色がいいよね。確かに国産にはない、ただ目を引くんですけどちょっと派手すぎないんで、うん、まあ、乗りやすさもあるのかなっていう気がします、うん、はい、であと今回ご紹介させていただくのが RS3 ってことで、まあ、基本的にもう必要なものは全部ついてる感じなんですね。そうですね、はい、はい、そしてそれプラスアルファエンジンと、まあ、その走りがもう振り切れちゃってる車なんで、最近あのうちで紹介気味のこうエンジンを乗っていただくための車みたいなですね。あ、そうですね、はい、ちょっとその辺の装備なんかはもう全部ついてると言っても過言でない、このマトリックスの LED ヘッドライトだったりとか、そうですね、もついてますし、はい、あと今回のお車、正直ポイントで言うと、まあ、さすが走りの車ということでしょうか。ちょっと飛び石のちょっとポチポチっていうのが少しあるかなと、ね、若干、まあ、フロントガラスからこう、はい、まあ、ちょうど石が跳ねるあたりはなんで、まあ、気になる方は、ね、まあ、下車確認していただいて、はい、あとはうちの場合は今回ちょっと場所の関係でボンドボディで撮影してますけれども、はい、ボンドボディがありますから、そうですね、まあ、リフレッシュがてらイメージチェンジなんていうのもいいんじゃないかなって、はい、まあ、あとは大丈夫俺も飛ばすからみたいな、もっとこれから飛び石まんま増えるからこのままでっていう方にはうってつけのかもしれないです。でも時々こう前回りを定期的に塗られてる方っていらっしゃいますよね、うん、いますね、もうとにかくもう全部高速で移動して、はい、飛び石いつも食らっちゃうからって言って、うん、もうなんか1年おきだか2年おきぐらいにバンパー必ず塗るっていう方もいらっしゃるんで、まあ、この辺はもし気になるようであればその辺もあのリフレッシュできますので、そうですね、ご相談いただければ、はい、お声かけいただくといいんじゃないでしょうか。今回お車が RS3 ってことですから、もうなんといってもこのボディサイズがやっぱり一番こういいポイントかなと、うん、いいサイズですね。日本にはちょうどいいんじゃないですかね、このサイズが合ってますよね、うん、特に都内なんかで乗られる方にも非常に使いやすいサイズなのかな。数字的なものでいくと4330、幅が1800ってことで1800っすよ今結構もう1800、このサイズでもクラスでも1850とか60とかってある中なんとか1800で収まってる、だからもうそこはすごくもういいところですよ、ね、けどこう走りは普通じゃないじゃないですか、うん、はい、だからちょっとこれはこの後乗ってみたいと思います。そうですね、そして早くも横行っちゃっていいでしょうか、そっち行きましょうか、力行こう、はい、そしてやってまいりました、ホイールが、RS3 標準装備の19インチ、はい、サイズが235-35-19、ちょっとこのコンパクトなサイズなのにもう19インチなんか当たり前になっちゃいましたね、うん、でこのボディカラーにこのホイールがどんずばで合う感じで、ちょっとマットのこうシルバーというべきか、うん、グレーというべきか、はい、こんな感じ でよく見るとこう回転方向のあるホイールなんですね、うん、なんでちょっとこう走るイメージもありつつ、そしてアウディスポーツのロゴも入ってたりとか、あとはなんといってもキャリパーですよ、でかい、これなんかめちゃくちゃ効くんですか。効きますちょっと乗ってきた時に、はい、やっぱりちゃんと止まるので安心でした。
まあ、してませんけどね、はい、見た目だけじゃなくて、いや、はい、本当にその辺はドイツのブランドを感じますね、はい、もう見た目からもめちゃめちゃ効くんだろうなっていうのがもう見て取れますし、あとはこの知らない人が見たら一見こう普通っぽいこのルックスで、うん、このとんでもないブレーキっていうのがいいですよね。だって8ボットですよ、うん、いやでもよく止まりますよこれ本当にちょっとじゃ ありがたいです、はい、それはちょっとあのこの後乗ってみたいと思います。ブレーキチェックしてみたいと思います、はい、あとはキャリパー結構目が行きがちですけどローターも結構大きくって、うん、結構大きいですよね。これ多分18は履けないですよね。これダメですよね多分。かもね。多分19でこの隙間ってことは多分18は履けないと思うんですよ多分。履けたとしても多分このキャリパーを逃げるホイールっていうのは多分ないんじゃないかな。ごめんなさいちょっと調べてないんで分かんないですけど、結構クリアランスもギリギリなんで放熱性も高そうな。そうですね。ドリルドのローターが装着されています。であとは、足回りの方がもう標準装備でマグネティックライド、はい、なんかそのオイルにその磁石のなんかその磁石に反応するようになってるやつで、まあ、減衰が変わるんで、そうですね、まあ、走行状況に応じてセレクトできると。この辺もちょっと乗ってみたいと思います。であとは、まあ、ポイントポイントでこのシルバーが使われてたりだとか。そうですね、まあ、RS らしさですけど私個人的にはこう消したいですね。であとはこのボディラインが何といってもこうアウディいいなって思います、うん、僕いつもこれ直線とところどころ曲線と、はい、こう下手なこんなラインこんなラインって入れてこないこうシュッツッとしたもう今となっては本当にコンサバティブなデザインが確かに好感が持てます、はい、個人的には、はい、そして後ろも早速行きましょうか、まあ、ホイールもフロントと同様に、フロント同様235ですかね、はい、装着されててリアは片押しになるんですね。ただジャンドキャリパー黒くなられてたりとかあと後ろテールランプなんかも、今回ご紹介させていただくのが後期っていうことで、はい、ちょっとテールランプもシュッとしててシュッとしてていいですよね、はい、で本国の方だともう新型が出てるんですよね。次型が、はい、だからまあ間もなくというか来年ですかね、うん、まあ、国内の方にも導入されるとは思うんですけれども、フロントなんかもだいぶ変わってそうですね、うん、デザインガラッと変えてきましたね。シュッとさ乗りたい人はこっちですよね、うん、あれちょっと攻めすぎてるんで Q8 顔みたいな感じ。あ、確かに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 、うん、あと思ったんですけど車がちょっと大きくなるんですよね、うん、新型になると。で中身に関してはあんまり変わらないっていう、うん、エンジンも5気筒のまんまですし、そのエンジンですよねこの。そうなんですよ、はい、あとでまたあれですけど、ちょっとその辺が結構こう新型の方がこう全然こうやっぱりいいよねっていう感じじゃないんだなっていう、うん、なんて言って来年再来年ぐらいにあの入庫したらこっちいいっすねって言っちゃうんですよ、ね、はい、でもこれはこれでも本当にあのスタイリングもいいと思いますし、うん、あと僕個人的には車結構最終型って魅力だなと思うんですよ。そうですね、はい、結構もう熟成されてきてるじゃないですか、うん、でもちろんその仕組み的なものもそうですし、まあ、あとその細かいその公表されてない時に部分に関してもその車の最終型って結構こう完成度が高いと思って言うじゃないです か、うん、だからそこもちょっと、まあ、プラスに考えると結構いい部分なのかなと。あとはマフラーがバルブ付きのマフラーが標準装備、はい、なんかボディのサイズからいくと出口が随分でかいですけど、でかい、ね、これよく見ると中が2本になってるんですよね。でバルブ通ってくるところとバルブが通ってこない方のマフラーで、で月村さん知ってます？ RS3 って検索すると検索候補で RS3 うるさいって出てくるんですよ。みたいですね。それぐらい、いや、ま、僕はいい音だと思います。だもちろんその調べてる人もいい音の方で、うん、意味合いで多分検索してるんだと思うんですけど、まあ、俺たちも麻痺してますからねでもディーラーさんがあの動画で上げてたりとかしましたよ、ね、うん、いや純正とは思えないすごい音がするんです、うん、ちょっとそこも魅力の一つかな。ちょっとあの4発のあの A45 なんかとはちょっと違う、ちょい太めな感じで、そうですね、耳心地はいいですけどね、うん、もう5気筒はもう基本的に これしかないですよね今。これしかないんじゃない。昔ちょっと前はボルボとか、はい、ボルボとか、うん、乗ってましたよボルボの5気筒。あ、本当ですか、うん、850。へえ、はい、あとは2000年前後だとなんかホンダの車が積んでたりとかしましたけど、うん、今ほぼ絶滅してしまったという。あとはこれはあの V10 の方に繋がるんですよね、うんうん、ウラカンとか R8 とかあれの型バンク使った感じなんですよね、はいはい、音なんかも結構こう独特で魅力的な音なんで、うん、音いいですよね、はい、ちょっとこれこの後乗ってみたいと思います、うん、
じゃあ続いて内装見てみたいと思います。内装は一応スマートキーというか、そうですね、はい、キーということ で、はい、で開けるといつも思うんですけど、アウディめっちゃこの剛性ないですか、うん、ドアもそうだしボディも。そして内装が今回 RS デザインパッケージが入ってるってことで、よりおしゃれに。そうですね、ちょっと外装からのギャップを感じます感じません？結構こう外装普通っぽく見えるのに、中に関してはもうバリバリのこう、シートは特にね、はい、ステアリングとシートで主張してる感じしますよね。役付きの車だなっていう、はい、この辺はついてたらやっぱり嬉しいポイントかなと、うん、ただ全体的なデザインはすみません、僕過去に RS3 とか紹介してて、お前言ってること全然違うんじゃねえかって言われちゃうかもしれないですけど、いい意味で普通、うん、だから悪く言っちゃうとちょっと価格と合ってないなっていう、うん、ダッシュボードのデザインしかり、ドアしかり。ただそれこれそういう車じゃないですもんね。そうですね、はい、あくまでこうベースの A3 をとんでもなくこう速く、うん、とんでもなく走れの方にアップデートされた車なんで、そのベースの A3 のところをかじかり感じちゃうとちょっと寂しい、うん、ただまあこうラグジュアリーにしていくっていうベクトルじゃないってことですよね、うん、だ金額ありきで考えちゃうと、この金額でこのダッシュボードとか、うん、ドアバリーとかって捉えかねないじゃないですか、うん、だちょっとそこはこう分けて考えないとダメだなっていうのを思いました。ただダッシュボードなんかも、はい、こうちゃんとクッションがすごい効いてて、はいはい、パッと見のプラスチッキーなよりは、いや、まあ、ちゃんと作ってるなっていう感じはしますけどね。で A45 なんかもビニールのこう、うん、ダッシュだったりしますけど、うん、結構モニターとかでかかったりして、うん、こうなんかこう ごまかされてるって言い方あれですけど、ね、こうちょっとこうチープな感じが 見えにくくなってるじゃないですか、はい、ただこの RS3 だともうダッシュがボンって見えて、うん、モニターもちっちゃいですし、その辺がちょっと気になる方は気になるのかなと、うん、ただ普段使いとしては、まあ、これ普段使いできる人ってもう結構余裕がある方だと思うんですけど、まあ、そうですね、はい、これが普段使いできたらめちゃめちゃ幸せだと思うんですよね、うん、家の車、まあ、自分の妻にこれみたいな、あ、もう最高っすねそんなのできたら最高っすね、はい、でちょっと話が長くなりましたけど、はい、ドアから見ていくと一応ここだけレザー、こっちが、スエード地のものになってるんですかね。でスイッチなんかはもうアウディの見慣れた感じのスイッチでございます。そしてスピーカーはバング、はい、アンドウルフセンは標準、ね、そうなんですよね、 RS3 になると標準になるんですよ、はい、ね、なのでその辺の装備の良さもポイントかなと思います、うん、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。よいしょ、あ、シートこんな柔らかいんでしたっけ、うん、意外に柔らかいんだよね。そうっすよね、おう、なんかもうこのデザインのシートからもう乗る前の先入観はもう絶対スポーツシートでガチガチなんだろうなと思ったら、意外にクッション柔らかい、はいはい、そしてホールドはされすぎずされなすぎずっていう感じです、うん、で調整に関しては一応高さ調整が手動なんですね。高さ調整とランバーサポートは、はい、あ、そう、ランバーサポートだけが電動、はい、こんな感じになっております。そしてスライドも手動なんですね。手動ですね、はい、ただ結構調整の幅はあるんで、うん、この辺もその、はい、このクラスで手動かよっていうこともあると思いますけど、ね、ああなるほど、何度も言うように私は手動派なので、なるほど、はい、まあ、特に問題ない、問題ない、はい、じゃないかなと思います、はい、動かないっていうんだとね、確かに、はいですけど、はい、うん、そしてステアリングはこんな感じで、こっちの左右が、スエット地で、上下がこれナッパレザーですかね、うん、はい、のステアリングになっております。まあ、毎回言ってるんですけど、ちょっとアウディちょっと細めっすよね、うん、まあ、スポーク細いんで余計それ感じるという。で今回の車はこのパドルに車外のパドルのカバーもついててよりでかくなってるという、はいはい、こんな感じのステアリングになってます。で装備に関してはこれもうほぼ全部ついてると言っても過言でない、うん、はい、ACC も当然そうですし、ブラインドだったり、ブラインドもなんかアウディ違う名前なんですよね、うん、はい、ブラインドとさせてください、はい、ブラインドもついてますし、まあ、自動ブレーキだったりも全部ついてます。であとは、RS3 になるとこのバーチャルコックピット標準装備ですよね、はい、12.5 インチ確かのバーチャルコックピットもついてきます。これいいっすよね、うん、本当にこれ僕本当にアウディの発明だと思うんですよ、うん、
今でこそみんなこう液晶のメーターになっていろいろ表示できたりしますけど、確かアウディが一番最初ですよね。違ったらすいません。でアウディの場合結構こう表示できるものもいろいろ幅広いんで、ナビなんかもほぼ全画面ですからね。この辺はかなり使いやすいんじゃないかなと思います。こんな感じになっております。そしてステアリングの調整もこれ手動ということで、はい、だギャップすごいですよね、本当にそうね、はい、そしてナビこっちが7インチかな、はい、はい、ここがちょっとね、はい、MMI もう一つアップデートしておいてほしかったっていう、わかります、時に、はい、埋め込んでほしかったですよね、うん、はい、だこれナビ閉まっちゃったら本当に価格が信じられないですよね、うん、はい、こんな感じのダッシュボードになってます。まあそういうベクトルじゃないってことですね、はい、なんとか。ただ使い方は全然、はい、あの悪くないんですよ、うん、あのカープレイもついてますし、さすがこうドイツ5産経のナビだけあって、ナビゲーションの使い勝手とかメディア関係なんかに関しては申し分なく使えるかなと。そしてこの辺が、モニターの画面しまうボタンと、まあ、あとこの辺あとドライブセレクトなんかがあって、あとエアコンが漏れなくデュアルゾーン、はい、そしてシートヒーターがついてくると、はいはい、そしてドリンクホルダーと、ドリンクホルダーちょっとちっちゃめですよね、うん、はい、こんな感じになっております。そしてシフトと、あのマニュアルの設定欲しくないですか、うんうん、本国もないんですよね。なんかこの車のキャラクターでこんだけ振り切れてたらマニュアルあってもいいかな、ね、こんだけこう質素に作るならマニュアルっていう選択もあると思っちゃうね。ただシフトも結構頭いいんですよね、うん、7速、エストロニックという名の DCT、うん、はい、これちょっと乗ってみたいと思います。そして MMI のコントローラー関係と、あとここタッチパッドもついてるんですよね、うん、確か、はい、どうぞサイドブレーキと、そしてグローボックスの中はちょっとちっちゃめですけども、こんな感じで USB が2系統と AX がついております。そしてグローボックス恒例のメディア、はい、そこにメディア関係が就航しているんですね。 ETC もついてございます、はい、そしてペダル関係に関してはこのサイズにしてはフットレストがすごく大きいです、うん、はい、かかとの部分はちょっとちっちゃめですけど、全然僕のこの足でも余裕で、でレイアウトももう至って自然、はい、運転しやすいかなと思います。そしてルーフに関しては全部ファブリック、そうですね、アウディ結構このピラーいつも細いじゃないですか、うん、多分こう視界もすごくいいんで、この辺もいい意味ですごく乗りやすい。でバイザーなんかに関してはこのビニールタイプ、はい、だと天井もこの黒のファブリックで統一されてございます。こんな感じの内装になってます。はい、じゃ続いて後ろの座席も見てみたいと思います。後ろはもう本当に質素というか、まあ、エアコンの調整もないですし、シートヒーターとかもない、だからそういう車じゃないという、そうですね、はい、自分で言って自分で突っ込んでみます、はい、ちょっと乗ってみますか。ただデザインめっちゃかっこいいですよね、やっぱり RS の、うん、はい、これパッケージ入れるべきですね、やっぱり。そして僕もちょっとさっき座ったんですけど、リアも座面結構柔らかくないですか、うん、柔らかい。そしてなんかこうふにふにしてる感じじゃなくて、うん、なんかこう低反発みたいな、そうですね、結構しっとり系のちょっと柔らかい感じですよね、まあ、一応チャージオンリーで、はい、USB が2機 USB がついてて、スペース的にはいかがですか。ちょうどいいぐらいですかね、僕173で、まあ拳1個は入んないかな、半分。ただ足元結構スッとつま先は下に入るので、ポジションは悪くないです。まあ若干ここは狭いかな。だから高さは割と余裕ありますね。ここはあるけど、ここでちょっと圧迫感がある。そして背もたれが424で分かれて、その2のところがアームレストが出てますね。はい。一応蓋付きのドリンクホルダー。これもやっぱちっちゃいんだよね。そうですね。それもちょっとちっちゃめですね。うん、ここの。スルーはついてないですね。はい、こんな感じの後ろの座席になっております。ちょうどここの惚れ具合がちょうどいいんですよ、はい、あ、なるほど、うん、背中のホールドがかなりいい感じですね。ちょっとこのデザイン結構効いてそうですね。じゃあ真ん中がこのへっこんでて、
両脇がこうふわっとステッチの入ったデザインが、シートベルトもまあ、はい、デザインパッケージになるんで両サイドが赤いタイプ、赤い縁取りで、はい、真っ赤にしてないあたりが、そうっすね、はい、おしゃれですね。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクが280リットル、はい、もう使いやすいこのハッチバックスタイル、うん、そしてこの下にもちょっとスペースあるんでしたっけ、はい、あ、バッテリーとサブウーファーですかね。で両サイドがちょっと小物入れ台になってて、パンク修理キットとネットが入ってる感じです。この辺も使い勝手いいですよね、うん、4人4で使えると意外にいいかもしれないですね。確かに6人4じゃなくて、うん、じゃあそうすると長物積んでも4人乗れるじゃないですか、うん、じゃあそこ結構ポイントですよね、うん、そしてもうこのガンガン使える感じ、そう、はい、いいです。ガンガン使ってカットンでいただいて、はい、でここもわざといちいちパワーにしてないあたりが、あー走りの車だから切ってます、はい、重たくしないという、あれボタンないのなんて確かに言われそうですけどね、はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンルーム、このエンジンの方が、直後ターボ、はい、2.5リッター、馬力が400馬力、400馬力ですよどうかしてませんか。そうですね。でトルクが480ニュートンメートル、回転ぐらいからもうトルク、最大トルク出てます。出っ放しです、うん、で車重も 1.5 トンぐらいしかないんで、うん、もうモンスターマシーンといっても過言でないですよ ね、これは、はい、でまたこのエンジンがなんとどんだけ権威があるか僕はあんまりよくわからないんですけど、エンジンオブザイヤーを9年連続、2010年から、僕それ知らなかったです、2018年まで、まあ、その間このエンジン自体も馬力とかアップデートされてはいるけど、このエンジンが9年連続で受賞してるっていう。でもなんかそのぐらいこうちょっとこう個性的でもあり、こうちょっとなんていうんですか、もう積まれてきた期間も長いですし、はい、信頼性の部分でも、この 2000cc から2500cc 部門みたいなやつ、これが受賞してる。そうなんですか。ちょっとそれ過去に調べたことがあるかもしれないですけど、でもみんな4気筒から6気筒になって6気筒長すぎるよねってなった時に V6 にならなかったエンジンですもんね。そうですね、はい、はい、でこの派生というかお兄ちゃんとして V10 も構えてるっていう、うん、だから V10 の片側なんですよね、乱暴な言い方すると。でこれがチギ型にも搭載されてるということで、はいはい、まあ、その辺の信頼性だったりだとか十分じゃないか。もう熟成されたエンジンですからね。でちょっとこれはやっぱりこれにしか出せない音があるんで、うん、はい、もうそもそも点火タイミングも1、2、4、5、3、うん、1、2、4、5、3、これまさに V10 の片側を切り取った点火タイミングらしいですよね、うん、だからこう回した時にちょっと V10 みたいなこう揃ったちょっと音がする。これちょっとこの後乗ってみたいと思います。そう、5気筒なのにちょっとドロドロ言うんですね、うん、でもちょっとなんか V8、V6 とちょっと違う音しません、ね、やっぱり、うん、直後って、はい、ちょっと気になるところであります。続いて点灯周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。出てると思えないですよね、うん、なんか側もそうだし、だ、ね、中のこの感じとかも、うん、そして杉村さん、最近僕ありがたいことに
していただくじゃないですか、うん、なんかもう2周目3周目の車が出てきまして、うん、あの前言ってたことと全然違うこと言ってたらどうしようっていう、はい、あれっつって整合性が取れなくなってくる感じ、はい、それの恐怖症になりつつあります、うん、ただあの人間やっぱり日々そうだね、はい、うん、進歩進化するんで、うん、はい、今の僕のレビューでございます。そうね、はい、それは大事、はい、うん、あーでも車軽く感じますね、うん、そして普通に乗るとやっぱり普通に乗れちゃいますね、うん、まあ、若干硬さはあるけど、はい、ちなみにこれ今モード何になってるんですか。ダイナミックだ、はい、じゃあコンフォートに、あ、まあ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 、うん、でも全然もうガチガチって感じじゃないですよね。ちょっとタン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 ってスポーツサスっていうぐらいですね、うん、だから全然街乗り多分うちのカミさん乗ったら全然気がつかないですね、うん、もう全然普通に乗れちゃう。だちょっとこの車の軽さとブレーキの効き具合は普通じゃねえなっていうのが効くよね、はい、もうすごく感じます。だこの側から行けば、はい、家で、まあ、A3 乗ってるとか、はい、まあ、マツダのちょっとハッチバック乗ってるって人が、はい、神さんに内緒でちょっとこっそり買い替えてもバレない、ああ、れ変えたっていう程度で、はい、でもビュンって言って行って怖いんだけどって言われそうです、はい、うちの神さんだったら多分言うと思いますよ、はい、なんかアクセル急すぎて怖いんだけどとか言いそうです。でも全然乗った感じは全然超乗りやすい、うん、そしてバーチャーコックピット見やすいですね。最高です。そして音はなんか後期になって静かになってます。そうなのかな、わかんないです。動画見たんですけど他の、はい、あのマフラーのその上げてる動画とかも、うん、結構後期でもうるさい車うるさいんですよね。個体差すか、いやどうなんだろうね。ダイナミックでもそんなにパンパン言わないしね。そうですね、かもしくは年式でマイチェンでなんか入ってるんですかね、うん、マイチェンというか仕様変更でちょっとグイッといっていいですか、うん、やばい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 やべえ。そしてブレーキめっちゃ効く安心だよね。安心っす。これすごく速く走りますね、うん、これ街の中でもすごくめちゃめちゃキビキビしたストップアンドゴーできますよ、うん、これやばい。ちょっと待ってください。今さっきどのぐらいかな。ちょっと待ってください。ちょっと一瞬タイムラグがあったんですけど、いやもう3500回転ぐらいからの加速がやばいっす。ほんとうーってなるぐらい速い。今コンフォートだもんね。コンフォートでこれっすよ。え、ダイナミックとかにしたらもっと極端になるってことですか、うん、っていうか、でもこの異次元の加速してるのに全くトルク性はなんないですね、うん、多分ハンドル離してもいけますよそのぐらいのなんか、ね、まあね、安心感、はい、安心感のある加速、うん、いやミニだっておっとっとっとってなるじゃないですか、うん、トラクション抜けるから、うん、ザザザとも言わないし、うん、だからその辺のやっぱりアウディのなんか哲学なんでしょうね。そうですね。でそれをこう安心と取るか、はい、つまらないと取るか、はい、ああそうですね。ですよね。ただでもこれ多分なんですけど、もうちょっと大きい車でこれだったらつまらないかもしれないですけど、うん、このサイズだとめちゃめちゃ刺激的、うん、やばこれやばいっすねこんなに速いんでしたっけあれ3っていいよね。欲しいんですけどもいや今回ちょっと調べてて、うん、予習してて欲しいなと思いましたもん、うん、あれこんなんだったっけと思って、でカーセンサーで値段を見て諦めました台数少ないし高っと思って、うん、コンパクト好きの本当の俺にとってはやっぱりこう頂点にあるような車なんで、これいいんじゃないですか、うん、いや走ると結構うるさいですやっぱり、うん、しかもやっぱり独特な音しますね、うんうん、
なんかめちゃめちゃ音が揃ってる。これいいな、これいいっすね、いいのよ。いや多分一般的な感覚とか、あとはその装備の内容とかで言うと、装備の内容とかで言うと A 音号選ばれる人が、うん、正直ですよ、正直多いのかなと思っちゃうんですよ、うんうん、やっぱりデザインもちょっとこう、そうだね、一歩先の世代というか、はい、まあ、車のその毎日のタイミング、うん、フルモデルのタイミングもありますけど、ここら辺のね、そうなんです、インフォメーションのこの、はい、感じとかダッシュボードの感じとか、うん、まあ、ちょっとその近未来的なのがちょっとあれっていう人は多分受け入れられないでしょうけど、それだったらよりこうコンサバなこっちなんでしょうけど、うんうん、ただ乗るとやばいっすねこの車、うん、いい、まあ、A45 も相当キレた話、うん、走りできますけど、ちょっとまた違いますねキャラクターが。いやマジでちょっとスーパーカー並みの加速なんですけどやばくないですか、このサイズの車の加速じゃないですよ ね、 このいでたちで免許なくなりそうっすよ気をつけないとね一瞬で免許がなくなりそうです。だってこれしかも最高速もあれなんですよね、あのもちろんそんな日本じゃ出すとこないですけど250キロじゃないんですよね、280なんですよね。だって各メーカーのハイパーモデルですらちょっと特殊なのを除いてですよ、基本250リミッターじゃないですか、でパッケージつけるとリミッターなくなって280キロとか300キロとかあるんですけど、これ最初から280キロですよね、ちょっとアウトバーンに行ってみたいです、これで、確かにこれすごい、ミッションももうめちゃめちゃ、これはいいですよあと僕読んだそのレビューのやつだと、うん、結構やっぱりブレーキでかいあっただけ、うん、でかいだけあって結構泣いたりとか、うん、作動音がするんですか。でもこれそんな泣かないよね。泣かないですね、うん、まあ個体差あるんだろうけどね、泣くやつは結構キーって言ったりとか、でももうそれはどっちを取るかじゃないですか、うん、制動力を取るのか、うん、快適性を取るのか、このサイズでね、いやまあ泣かなかったらラッキーだよね。あとでもこのサイズでこの加速で飛んでって片押しのブレーキパッドとかだと死にますこれいいな、いい車です、これいい車ですね、うん、やっぱりちゃんとこうエンジンだよね。そうですね、うん、あとは車の剛性とね、そうですね、もうその2つと、まあ、ブレーキと、はい、もうに尽きるよね。確かにもうこの辺のちょっと古いインフォメーションとかこの辺のこれですよねパッとここだけ映すと、はいはい、そんなに800万円の車には見えないところはまあ逆にいいんじゃないですか。だからそうね、そういう派手さいらないんだよとか、はいはい、ねありますからね。もう世間体でちょっとあんまり派手な車乗れない人とか、うんうん、実は800万円で実はスーパーカーと並んで走ってきますみたいな。うちのお客さんだとね結構アウディ選ばれるお客さんはそういう人が多いよね。ちょっと仕事でも使うんだけど、はい、ベンツ BM だとちょっと風当たりとか足元見られちゃうケースも多いんで、アウディだとそこら辺が若干柔らかいんだよねっていう。確かになんとなくのイメージですけど僕もそれ感じます、うん、ちょっと保守的なイメージ。アウディの今日本でのアウディのブランドイメージを、まあ、こうよく捉えればそうだし、はいはい、まあ、悪く捉えるとちょっと BM ベンツには及んでないブランド力、押されちゃってるかなっていう感じしますよね、うん、ただ車としてはね最高にいい車。いやいやいい車ですよ、うん、これはちょっと中古車市場で全然値段下がらないの分かりました、うん、ない質問だって。いいな、うん、表現のしようがないですよねフォーンでフォーンでもないし、なんかファラ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 みたいな、ちょっとやっぱりこのサイズ
のエンジン音にしたらちょっと太いんだよね。確かに、うん、甲高いって音じゃないじゃない、うん、ちょっと太めの音でいいです。嫌いじゃない。これ欲しいんですけど。ありがとうございます。前田り、いやでもちょっと僕絶滅する前にちょっとエンジンが魅力的な車をなんか買おうと思ってた。そうだね、うん、本当にもう絶滅カウントダウン入ってしまったので、うん、もう絶対エンジンがなんかこう魅力的な車は絶対持っとこうと思ってるんですけど、うん、このメーカーもね完全に正式に打ち出しちゃってるからね。そうですね。ただ残念なことにたくさん乗せてもらってるんで、うん、逆に全く決められないんですよ。全く決められない、うん、ありがとうございます。というわけで今回はアウディ RS3 スポーツバックをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。